はいどうも皆様こんにちは、グリードです。ラッシュゲーミングのオーナーである西谷さんが CODCW の、リードゲームデザイナーの方々と、直接ねお話をいただける貴重な機会をいただきまして、CODCW についていくつか質問をしてきました。その Q&A をちょっと今からね読んでいこうと思います。まずスライディングキャンセルについてですね、アルファ版でも問題視されていたスライドキャンセルについて、適切な、スローダウンペナルティなしに、スライディングキャンセルできるのは問題だと認識して、対処しました。今後もこの問題については注視して対応予定。スライディングのその調整の細かい内容はというと、スライディングの速度をわずかに減少させて、プレイヤーがそのスライディングに必要な走る動作、スプリントの時間の最小量を増加させましたと。これはつまり、そのスライディングするために走る動作をしっかり入れないといけませんよということですね。それと適切なスローダウンなしにスライディングをキャンセルすることができる問題を対処しましたと書いてあるので、その丸ボタン連打、僕だと丸ボタンなんですけど、そのしゃがみ、をこうパパパパって入れるとモダンオフェアみたいにキャンセルできることをちょっとね調整しましたと。はい、次にフレームレートやパフォーマンスについてですね、ほぼ 100% デディケイテッドサーバーで、挙動するように開発されていますと。これは、その T2P のそのホスト制ではなくちゃんとしたサーバーですよっていう、今時ね、全員どのゲームもこうデディケイテッドサーバーで動いてるんで、これは当たり前ですね。今作はオンラインでの挙動ネットワークパフォーマンスに、ものすごい集中して開発していますと。で、内部的な開発は 60Hz のフレームレートで挙動しています。一方で、ビジュアル面は 120Hz でサポートされており、その PC スペックに応じて非常に高いスムーズなクオリティの映像を体験できるようになっています。そして PS5 では PS4 と違い 120Hz で、動く予定ですと。これ皆さん、モニターもね、しっかりと、60Hz 以上のモニターに買い替えないと 100% 性能は出せないので、注意してください。で、映像クオリティを最大限に引き出せる PC や PS5 でやろうが、基本的にデータ自体のそのゲームのね、処理自体は、60Hz で行われていますと。プラットフォーム間での有利不利はないようには設計されてますけど、やりやすさで言ったら圧倒的にね、PC、PS5 だと思うので、そこは、実際は差は出てると思います。そして次にスキルベースマッチメイキングはありますかという質問に対して、これはですね、ちょっと、想像と違う返答が返ってきています。アルファ版でですね、かなりそのスキルベースマッチメイキングが荒れてですね、いわゆるその上級者の方に初心者がかなり偏って集まってしまうっていうことで、海外のそのハンツマンのプロゲーマーのスカンピーもね、これにブチ切れてましてね、ツイッターとか動画でも散々言いまくってて、どの投稿者も言ってたんですけど、スカンピーはもうわざとね、C4 で自爆しまくって、その内部レートわざと下げてたりとかもしてるぐらい、相当そのスキルベースが、きつかったね。上級者にかなりきつかったんですよね。でもそれってその初心者側も上級者側にくっついていってしまうので、プラスで、だから形的にはその上級者初心者で中級者上級者みたいな感じで固まっちゃうんですよ。だから結構初心者側も結構きついんですよね。強い敵と戦わないといけないからっていうスキルベースが問題視されていたんですけど、で、それについての返答が、そのマッチメイキングにおける最優先事項は、パフォーマンスですと。いわゆるそのラグがないっていうことが最優先に、マッチングが、決まっていますという。もちろんそのピングだけ、その回線だけでマッチメイキングを作ってるわけではないですが、大部分がそこに置いていますと。これはね、そのスキルベースがどうなのっていう質問に対してこの返答なので、どうなんでしょう。あるとは思います。そして、ランクプレイは実装されますかという質問に対しては、まだお伝えすることは残念ながらできませんとのことでした。ですが、その競技シーンのコミュニティと、密接にやり取りをして、様々なオプションを検討中とのことです。はい、というわけで以上が、開発者さんに聞いてきた質問内容でした。今作はね、ほんとコミュニティの意見を本当にしっかり、聞いてくれて、細かい調整をね、ほんと素早く対応してくれてますね。本当にこれは、すごいですね。全プラットフォーム向けに、フォブチ視野角が変更になったり、コンソールでも細かい映像設定ができるようになったりと、かなりね、
どのプラットフォームでも快適にプレイできる仕様になってるんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。今回のベータの方も動画配信していくのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。お疲れ様です。